新型コロナの影響でスーツの売り上げが落ち込む中、洋服の青山などを展開する青山商事がおよそ400店舗の売り場面積を大幅に縮小することが分かりました。青山商事は洋服の青山などスーツ専門店の6割にあたるおよそ400店舗で売り場を抜本的に見直す方針を明らかにしました。売り場を3割程度に減らし、飲食店やコンビニ、フィットネスジムなど全く別の業態の店を併設する店舗を増やします。また青山商事は在庫を抱えないオーダースーツの販売に力を入れたり、人員を効率化するなど事業の立て直しを急いでいます。クールビズに続き、新型コロナ対策の在宅勤務が増えたことでスーツ離れが加速し、紳士服は市場の縮小が進んでいます。